子どもが軽度知的障害で都会か田舎にするかで転居方針を以前アドバイスいただき参考させていただくものです。そろそろ転居でまた2択です。中学校に400メートル程度で通学できる家賃が高い築浅分譲賃貸物件、一方中学校から1キロ以上離れていても評判の良い築年数が古いしっかりした安価の分譲賃貸、今後子どもに費用がかかることを子どもの社会的利益、親の負担を考えるとどちらの物件を選ぶべきでしょうか。知的障害の度合いによるんですけれども、家近い方がいいですよ。あれ、この話前もしたかな。知り合いでそのゲーム会社を運営してて、東京で運営しててすげえ忙しいんですけど、家は千葉にあるっていう人で、なんで千葉なのって話をした時に、その自分は子供の横に寄り添うことはできないけど、親としてできることとして小中まで家から信号が一個もないところに住んだっていう人なんですよね。その交通事故って割確率で起きるんですよ。で、横断歩道がある場所、要は車道を渡らなきゃいけない場所って交通事故が起こる可能性が高いわけじゃないですか。で、自分が横にいることができないから交通事故が起きない場所に住むっていうのをやった人がいて、それはそれで正しいなと思ったんですよね。まあ、本来であれば親が横に入れる環境で一緒にその子育てしろよっていうのが正しいかもしれないんですけど、まあ、自分がやりたいことと子供にできることっていうのを考えた末の結論だと思うんですけど、っていうのがあるので、学校近い方がいいんじゃないかなと思います。